ほの国百貨店。株式会社ほの国百貨店は愛知県と橋市に所在する百貨店。2010年平成22年9月まではマルエーグループに属していた株式会社と橋マルエイが管理運営していたが現在は独立した運営で2012年平成24年3月1日に名称変更した。1971年 昭和46年8月20日に、名古屋市の百貨店、丸江のグループ会社として設立され、1974年、昭和49年10月1日に、豊橋丸江として開店した。タレントの高島忠浦を迎えて、周辺の繁華街を練り歩く、開業の祝賀パレードが行われて、黒山の人だかりとなり、開業3日間で、 売上高約2億円を上げて好調なスタートを切った。当店の進出に対抗するため、豊橋駅前にあった豊橋丸物が、西武百貨店と提携して1973年、昭和48年11月に増床するとともに、豊橋西部に解消するなど、当店の開業は豊橋の商業界に大きな影響を与えた。1992年、 平成4年2月期に、売上高約161億円を上げ、その後減少に転じたものの1997年、平成9年2月期には売上高約136.73億円で、経常利益約0.68億円を上げていたが、2000年、平成12年2月期には売上高約110.77億円で、経常損失約0.02億円と赤字に、 展示るなど業績が低迷し始め、2003年、平成15年2月期には売上高約84億円にまで、打ち込んだ。2003年8月にライバルだった、豊橋西部が閉店したため、開店30周年に向けて準備していた改装を、前倒しして、同年9月4日には、インストアベーカリーのドンクなど、豊橋西部からテナント14店を移転さて、 地下食品売り場や三河地区災害の品ぞろえの1階、コスメワールドや婦人服売り場の拡張などを行って、新装開店したのを皮切りに2004年、平成16年3月4日には、紳士服や婦人服などの売り場を対象に大団の改装を行って、新装開店するとともに、豊橋西部から顧客を抱える、ベテラン社員を獲得するなどして2004年2月期に、 売上高約102.96億円で、経常利益は約2.01億円となり、2006年、平成18年2月期も売上高約106.12億円で、過去最高の営業利益約3.04億円で、経常利益は約1.92億円となるなど売上が一時的に回復した。しかし、2006年2月期決算で固定資産を 廃棄処分して、特別損失約2.27億円を計上したのを皮切りに、翌年2007年、平成19年2月期決算で、減損会計を適用して、特別損失として、約26億円を計上して2億円の赤字となって、債務超過になる二度目の危機に陥ったため、2008年、平成20年2月1日に、会社分割による新会社二代目、 豊橋丸英を設立するなど丸英の支援で財務を立て直すなど手こ入れを張ったが2008年2月期は売上高約101.39億円で営業利益約1.45億円経常利益約0.12億円となったものの純損失約4.00億円となるなど損失形状が続いた2008年4月17日に米国の人気ブランドや中国料理の惣菜店や 人気弁当店、高齢者向け売り場の導入を行うなど大規模な改装を行って、新装開転し、同年9月には改定以来初の宝石、時計売り場改装を業などしたが、リーマンショック後の景気低迷を受けて2009年、平成21年2月期に、売上高約94.93億円で、営業利益約0.71億円、経常利益約1.75億円。 純損失約0.57億円となり、2010年、平成22年2月期には売上高約82.88億円で、営業損失約1.00億円、経常損失約1.59億円、純損失約2.51億円と完全に赤字に転落するなど4年連続で、最終損益が赤字となり、同年8月末に、 正社員97人中45人が早期退職募集に応募し、退職して残った従業員の給与の20%を削減する大規模な人権費削減を行い、翌月9月にわずか1000円で投資会社に売却されて、丸エの参加から離脱することになった。この丸エから投資ファンドへの売却が行われた時点ですでに健全資産を分離した会社を経営陣や 従業員が参画して買収するメボでの経営再建が構想されおり、同年11月1日に会社分割を実施と同時にメボが実施されて、役員5人と部長級の4人が700万円を出資するなど役員と従業員が出資、設立した3代目、豊橋丸英が百貨店事業を引き継いで、独立支持場資本の百貨店となった。 このメボ実施の際に9階の医療品売り場を閉鎖して、地域貢献する、採事上に転換するとともに、店舗周辺の広工事発展会や豊橋市と連携して、中心市街地の活性化に取り組んだり、地元の一般市民からモニターを募集して、意見や要望を聞くなど、地域密着の方針を打ち出している。また、2011年8月にエディオンのフランチャイズ店や、 仮木の家具売り場を導入するなど売り場の改装も進められ2011年8月中間決算で営業利益約1.01億円と黒字転換したことから店名と社名を変更してより地元に根付きたいとして工房に踏み切り2012年平成24年3月1日には店名と社名をほの国百貨店に変更して包装紙や買い物袋も 一致して新たなスタートを切った。地下の食品売り場を町の駅トレマとして販売経路を持たない地元の農家のための売り場を開設するなど地元産の食材をこれまで以上に充実させ地元の産業を育てるインキュベーターを目指すなど地域密着型の経営の推進を目指す方針を打ち出しその一環として名称変更の翌月4月には店舗前を通る 路面電車などを運行すると、よは鉄道と、経して、1000円以上買い物をした客を対象に、従来の路面電車の乗車券に加えて、厚み線や豊か鉄バス乗車券引換券が、乗車券を渡す、お帰り、キップサービスの拡大を図ったほか、同月には、同社との共同企画で、老舗和菓子店や、食品店の他三河木綿や美術建具、工芸品など、 東三河地域の名産と観光情報を集めた、この国観光と物産展を開催するなど、東三河地区唯一の百貨店として地元に根付いた、百貨店を目指した運営が行い、2012年2月期の売上高約70億円の維持を目指している。大化の改新、645年以前から、当店の所在する東三河地域が、この国と呼ばれていたことに由来し、 一般公募373件から選ばれたものである。ストアカラーは稲の苗の緑が選ばれ、1974年、昭和49年の開店時の緑の街の白い百貨店のイメージも引き継いでいる。かつては新城市のピアゴ新城店の向かい側に新城店があったが周辺と合わせて敷地がユニーに買収され、その土地に2012年、 平成24年11月2日にピアゴ新白店が移転、増床して開店した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。